おはようございます。長崎大の三井拓と申します。私は、皆さんが観測で、乗りました長崎丸について、せっかく乗っていただきましたので、簡単に、航海士の方や、会議士の友達に聞いた、裏話など、簡単に紹介させていただきます。まず長崎大学の、練習船の長崎丸ということで、実はこの船、3代目になります。で初代は、60年前に、工事、竣工ですね、工事が終了いたしまして、全長が28メートル、約28メートルで、現在の長崎丸は、63メートルと約半分の大きさでした。そして、こちら2代目長崎丸、じゃあ昭和39年に、工事が終了いたしました。そして、3代目の現在、皆さんが乗ってこられた長崎丸がこちらになります。昭和61年に工事が終了いたしまして、現在26歳になります。なかなかいい年、はい。で、船の概要に移らせていただきます。初代が28メートルであったことに対し、その倍の、63メートルで、総トン数が842トン。でここでちょっとずつ小話を挟んでいくんですけど、総トン数というのは、単純な、船の重量ではありません。こちらに書いてあるんですけど、重さではなく船の容積を表します。ですので、例えば軽いアルミで作られた船、いや、重たい、鋼で作られた船で形は全く、一緒とすれば、総トン数は同じになります。で、なぜ容積を表すかというと、昔の話なんですけど、昔は、ワインの樽をいくら詰めるかというので、船のその積載の容積を測っていたそうです。で、樽を叩くとこうトンという音がする。これから嘘のようなんですけど、本当にそこからトンというのが来て、おお、そうなんだ。でそこから、容積、積載量を表すというふうになっています。で、最大速力が、16.2ノット、で総定員数が、69名で、乗組員が、25名、今回は22名で、学生が、最大40名乗れるということになります。で、今度は、我々が、飲み水や飲料水などに使う、淡水ですね、生活で使う水の量は、115.9立方メートル、と、重油ですね、船の、動力のエンジンや、あとは船は、一隻で自己完結してますので、発電もそのエンジンから行います。ということで、重油が、347.01立方メートル、はい。で、これはまだ会議士の方に聞いたんですが、年に 4,5 回程度、重油のその給油を行うそうです。でこれは海上でタンカーが隣接してきまして、そこから重油を受け取るそうです。写真があったら見たかったんですが、で、こちらが、船の簡単なエリアですが、こちらですね、船の船底から、水がかかって、ここは喫水といいます。喫茶店の喫に水を吸う、ここが大体4メートルから4.5。これはなぜ違うかというと、船の積載の重量によって重ければ4.5重い質分で、例えば水とか油が少なければ、その分浅くなるという形になります。で、デッキから、海面までが大体約3メートルで、ブリッジ、皆さんがゾンデを上げるのオペレーターをしたブリッジから海面まで約9メートルとなっております。で、先ほど全長が63メートルということで、ちょっとピンとこないと思いますので、こちら、山内くんに公開前に立っていただいて、でたまたまタクシーが、来たんでラッキーだなと思って、ちょっと写真にもちょっと収まりきらないぐらい、これぐらいだね。ちょっとまだ写真にも入りきらないんですけど、63メートルというのは、これぐらい大きいということができます。で、ブリッジの先ほど9メートルっていうのが、大体この辺り。ここが海面までは9メートル。で、長崎湾の最近の非常にホットな美味しい話題というのが、皆さん記憶に新しいと思いますけど、東日本で震災がありました。で、その震災の時に、こちらの雑誌、長崎大学に、置いてあると思うんですけど、長報という、雑誌でして、東日本大震災の被災地に支援物資を届けに行きました。で、被災地への支援なんですけど、3月11日に
震災が起こりまして、すぐ、14日に長崎を出発いたしまして、3月23日に、長崎に帰ってきました。そこで、毛布やトイレットペーパーなど生活必需品と、約400万円分を支援したと言われております。また長崎丸は先ほども重油からその重油を使うことによって、海水から淡水に、変換してそれを飲料水にすることができます。そういった役割もありますので、被災地で活躍したというふうに言われております。でここから長崎丸とは少し離れるんですけれど、僕が個人的に船についてこれってどうなんだろうということをちょっと簡単に紹介させていただきます。まず水平線までの距離は、はい、で例えば、先ほど長崎丸のが、海面デッキからか、水平線を見たとします。で、で僕がまあ大体160センチぐらいで、海面から長崎丸のデッキまで高さがまあ3メートルとしまして、足して、4.6 メートルの海面から 4.6 メートルの視点で、見たとします。そうすると大体、7.6 キロメートル先の海を見ているということになります。計算はまあ以下のように、目線の高さと地球の半径をルートで言えば、算出することができます。で、8キロ前後と言われております。でノットとかマイルっていう言葉を、船の中で、いろいろ聞いたと思います。なんでじゃあ時速とかキロメートルとか表さないのか、ちょっとめんどくさいじゃないかと思います。で、まずノットっていうものは、1時間に1回進む速さ。を 1ノット、1マイルは 1850m で、なぜノットで船の速度を表すかというと、これもまた昔の話なんですけど、昔の船の速力を表すときに、V と船をロープで結びまして、でそのロープに等間隔で、そのノットっていうのはもともと結び目のことです。でその等間隔に結び目をつけた V を流してその船の速度を測ったと言われております。でその1時間に1マイル進んだ速度をノットと表現いたします。で、じゃあマイル、距離のマイルなんですけど、こちら、会議士の皆さんがこうコンパスのような両方針の道具、これディバイダーというんですけど、こちらでこう距離を測ったりしてるのを、見たことあるんじゃないでしょうか。例えば、これで距離を測るときに、ここからここの距離を測りたいとします。そうするとまずこの長さをとって、ここで緯度経度がちょっとここに書いてあるとしますと、緯度経度をその長さで合わせます。するとその距離が何度、緯度経度の何度何分っていうふうに、見ることができると思います。ここに緯度経度があるメモリがあります。するとその緯度経度からそのままマイルっていうのが出まして、1分が1マイルというふうになりますので、でそのマイルでそこで1時間その、1マイルが、1ノットということになるので、そもそもキロメートルとか時速を使う、キロメートルを使う必要がないということ、船の中で非常にノットマイルというのは、そのまま計算が簡単にできるということで使われております。で、長崎丸の船速はきっと気になると思います。船速は約10ノットで基本的に進んでおります。10ノットというのは、だいたい1ノットが 1.852m ですので、だいたい時速 18km、 だいたい自転車のちょっと早めに出した速度と同じぐらいです。はい、ですので2日3日かけて、沖縄に到着するわけです。でこのマイルの覚え方なんですけど、カレンダーを見ていただくと、この、185で 1.852852 ってことで、この1の位をこう見ていくと1.852。これもちょっと豆知識、絶対そうなんだ。そうか、ずれてもそうだよね。1の位を見れば、マイルが覚えている。なるほど。すげえ。これもあの会議士の方に教えていただきます。やっぱ気になるのはお金ですね。だね、どうしても気になります。で今回、長崎丸の正確な製作費はちょっと、お聞きすることができなかったんですけど、最近できた鹿児島丸の値段が大体長崎丸と大きさが同じぐらいと言われていまして、50から60程度かかったと。で、平成24年度の公開日数は大体156日計算、数えました。で、
重油はまあエンジン発電、海水からの淡水への変換に使用されます。でこのやっぱり一番食うのは油ですね。で今回の、長崎湾の前半と後半、今実習で使われているんですけど、その実習はなしにして純粋にその、那覇長崎の往復の、距離が、足しますと1210マイル、うん、で、重油が大体1リットル60円、うん、でそので燃費なんですけど1リットルで60メートル進むそうです。長崎ですので 1リットルで長崎までが1隻分ちょうど進むぐらいの非常に燃費は悪いそうです、はい。でこれをまあ計算いたしますと、まあ、大体250万円前後、うん、でプラス人件費等かかりますので、まあ、なかなかお金がかかった効果になります。はい、まあ、ちょっと非常に荒削りのスライドで申し訳ないんですが、まあ、いろいろちょっと面白い話ができたじゃないかなと思って思います、うん、ありがとうございました。ありがとう。これをブラッシュアップしろってすげえ敷居高いな。